やり直したい。本編でも言ってたの気づいてなかったわ。今まではやけ酒だって鬼頃決めてるイメージだったけど、男子キクリを見てからやけだ飲もうな時もあるんだろうなと、それがはそっちパターンだったんだろうなって。地味でつまらん人生は嫌だけど、ここまで破綻した人生も別に望んでたわけじゃないって感じなんだろうな。でも完全シラフもあれはあれで社会生活に難ありだし、病んで死ぬか体壊して死ぬかっていうなにやっても罪状態。なんか泣けてくる。精神過代謝系どっちかが必ず壊れるんだな。まさに宿泊苦しみをまといて踊れ。やり直したところでうつ病適応障害まっしぐらなのがね。ロッカーの才能が酒なしでも発揮できていればまだ救いはあるのに。シラフライムの時客席数もいたたまれない空気に包まれてそうだったもんな。ぶっちゃけこの漫画の陰キャって陰キャというか社会不適合者の割合大きくない？ロックなんてそんなもんだよ。アーティストの大半は奇跡的に生活できている社会不適合者なんだ。普通に生きるのは嫌だけど破綻しきるほどの覚悟もないかわいそうな人。なんか失敗した世界線の北ちゃんって感じがしなくもない。もともとの性格は真逆だけど、普通じゃない何かに憧れて一歩踏み出したのは一緒だから。ライブの緊張を紛らわすために飲んだのが最初だから、レースやり始めた時は基本的にシラフだったんだよな。ぶっちゃけ酒くずも年齢的には全然やり直しが効くはずなんだ。でも多分もうやり直したところで余命がって感じがすごい。でも今の人生が間違いだったとは絶対に言わないと思う。それはそれとして苦しむ。同年代の子連れにた時の先輩みたいな。やり直したいって半分くらい今の人生間違えたって言ってるのと同義では。間違いだったと分かっていてもそれを口に出さないのが最後のプライドなんだ。分かってやってくれ。私生活あれなし、ショーキャラってキララ漫画じゃなくてバトル漫画にいるタイプだろこれは。酒なしでライブを成功させる成功体験が必要だったんだよな。学生時代にライブ成功させてれば。キロイにスパダリオレ君をぶつけたい。島よりスパダリでイケメンじゃないと勝ち目がない。もはや死を待つばかりの人生とは。オーブッタナムアミナ仏、ヒロイキクリはここまでされる言い訳はない。あるんだよな。禁止すれば先輩が勝ってくれるかもしれないから。一巻の時点でこの人後悔してるんだよな。機材ぶっ壊さない程度に酔いをコントロールできればいいんだが、もう無理だ。